どうも、MM です。はい。前期2020年春アニメは、多くの化け物どもが生まれていたシーズンだったようですね。まあ、全部は時間の関係で見てないんですけどね。当たり前ですけど。で、ハメフラ、前期にて結構人気だったハメフラは、まあ、そのうち見る予定です。で、前回通りただ総評垂れるだけでもよかったんですけど、まあ、どうせだったら見た作品たちを独断と偏見によって勝手にランキング付けしてしまおうということで、今回は総評ランキングでございます。まあ、あんまダラダラ喋ってもあれなんで短くいきますけどね。で、前期分はあくまで8つしか見てないので、全体で言ったら、まあ、3分の1見てるかどうかっていうレベルでした。で、まあゲームをちょろっとやってましたし、アニメも見たんですけど、新桜大戦も見てたりしたんですけど、感想話してないのもな、今更触れるのもなっていうところですね。っていう感じで、全部は見てないのでっていう前置きをしておきます。で、グレートプリテンダーですけど、配信は前期でしたけども、テレビで放送してるの今なので、微妙なところだったんで省きます。それじゃあ早速本題へ。まずトップバッター、第7位広角機動隊 SAC の2045、はい、言わずと知れた広角シリーズの最新作ですね。まず作画って言っていいんですかね。3D のモデリングでモーションキャプチャーを採用し、話す時の口の動き、表情から関節から、まあ、リアルな人間の動きを再現した絵になっていました。まあ人によったらこの 3D は合わない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、リアリティある作画といった点で、まあこれ以上ないほど突き詰めていると言ってもいいのではないでしょうか。まあ個人的な 3D の好みの話をするんだったらば、キングダムハーツとかファイナルファンタジーみたいな、あんな感じのスクエニさんが作ってるような 3D の感じが好きですし、 3D として全編成立してましたから、これはこれで良かったんじゃないかなという感じですね。ただ逆に言えば、アニメではできた普通の人間の動きじゃないような誇張したような表現はできないって言った欠点もあります。まあできないというか、やってないだけなんでしょうけどね。例えば振りかぶって強いパンチを打つ際に、腕を関節の可動範囲以上にしならせて迫力を出したり、触手じゃねえんだからそんなに腕しならねえよっていうぐらいしならせて描く絵だってあるわけで、そういった誇張して絵面の迫力を出す表現が、まあ 3D でしかもモーションキャプチャーをやると再現しにくいよねっていう面もあります。実際改めて見返したところ、あまり誇張した表現や人間離れした動きはなかったです。さらに過去作のシリーズと比較してキャラデザがガラッと変わっております。イリア節の節が加わって、全体的に線が細く柔らかな印象に変更されております。まあ私はこの絵も好きだったんですが、人によったら今までの広角の力強さとか広角らしさがねえって思うこともあるんじゃないでしょうかね。まあ新規要素を取り込んだら反発っていうのは当然出てくるものですから、まあしょうがないのかなと思いますけどね。で、しかも広角の作品感から言ったら結構逆振りしてるような感じの絵面の方なので、まあそれもしょうがないのかなとも思うんですけどね。っていう感じで、まあ 3D の好みは人それぞれあるでしょうけども、絵としての完成度はかなりのものだと思います。もちろん作画の崩れなんていうものは基本的にはないので、かなり高い完成度だと思われます。なので完成度は高いんだけど、好みの問題だと思います。こっから先は続いて音楽、 BGM からオープニングエンディングまで、まあ聞いてるだけで2045のシーンが思い起こされるような、それぞれの特徴がちゃんとある曲ばかりですね。音楽に関してもこちらの完成度はさすがといったところではないでしょうか。で、続いてシナリオですね。まあ、SAC シリーズですから、広角機動隊の 3S ソリッドステートソサイティから地続きの15年後が舞台ですね。で、世界はデフォルトするわ、突然変異のポストヒューマンなる存在が台頭するわで、てんやわんやの世界の中、かつての港湾休暇が傭兵家業としてアメリカを拠点として活動しているところから物語は始まります。で、シナリオに関して結論から言うと、2期がまだ配信されていませんので、2045として広げた風呂敷なんだけど、全然話が見えてこないうちに一気は終わってしまいました。なので消化不良感はすごいです。まあそんな話の中にも面白いエピソードっていうのはいくつかありますので、ただ一気しかない現時点では今すぐに見始めなくてもいいのかなという印象ですね。 Netflix のオリジナルアニメということですから、まあ基本的に配信される時にはシーズン全部まるっと配信されます。なのでどうせなら2期が配信されて、物語の全てが Netflix 上で視聴できるようになってから見始めた方が、2045を通して一気に見切れて、シナリオ理解であったり作品を楽しむっていう点ではいいのかなと思います。なので今のタイミングで広角を見るんだったらば、2045じゃなくて SAC シリーズはじめ過去作のすでに完結している作品を見ていく方が楽しめるんじゃないかなとは思います。とまあ評価が高いポイントがある一方で、いまいち別の作品あるいは広角の過去シリーズと比べちゃうと、まあまだ完結してないしっていうところで、いろいろと物足りないな、あるいは結構人の好みに左右されるんじゃないかなって感じるポイントがあるので、この順位ということです。まあ2期の配信予定はまだ未定なのですが、配信され次第でいいと思いますので、広角ファンの方であったり、サイコパスや広角はじめ近未来 SF ものが見たいんやけどっていう方は、まあ良ければご覧になってはいかがでしょうか。さて2期の配信はいつになるんでしょうかねってところで、はい次、続いて第6位、かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦の2期。まず作画、この作品はですね、まあ全体的に1期のクオリティがそのまま維持されていて、シナリオがまあ続きになっているっていうような感じです。そういうところなので作画もですね、1期と同じく崩れないし、緩いところは緩く、
デフォルメを混ぜたり少女漫画チックの表現にしたりとか、あるいは白金はじめキャラたちがかっこよく活躍するところはかっこよく、ラブコメパートでときめかせるところでは演出で綺麗に見せるとか、全体的にバランスの取れた高いレベルで仕上がっていたように思います。続いて音楽です。一期に引き続いてアニソン界の超大型新人の方が歌われるオープニングと、2期の終盤に出てくるキャラクターの声優さんが歌われるエンディングで構成されています。どちらの曲も2期に非常に合っていてですね、それぞれがそれぞれにいい曲なのですよ。なので曲単体としても楽しめますし、作品の構成要素という点でも素晴らしかったと思います。個人的にはやっぱオープニングの方が好きなんですけどね。あのコーラスの女性の方がねうまいんですよ。はい、ぜひ聴いてみてください。でなんかチカッとチカチカがなんか2000万いったらしいですね。すごいっすね。で続いてシナリオですね。まあ1期もそうでしたけども、原作漫画自体が学園ラブコミですから、基本的には学園イベントをなぞっていくようなシナリオです。2期の範囲で言うならばメインのイベントは生徒会選挙や体育祭なんかといった感じですね。それら様々な学園イベントであったり日常パートのシナリオでしっかりキャラクターの掘り下げであったり見せ場を描いていて、今回2期はラブコミミよりも石神はじめ他の生徒会メンバーの方にスポットライトが当てられていたなってくらいにですね、彼らメインのシナリオが面白く印象深かったですね。でまあ確実に原作漫画の方が完結するまでアニメは続くでしょうから、まあ、今のうちからかぐや様を見ておいて、新作が出るたびにリアルタイムで楽しんで終えるようにしておくのはいかがでしょうか。鈴木雅之さんがオープニング歌ってらっしゃるところからも、まあ、知名度がすさまじく出たビッグコンテンツなので、まあ、知らない方の方が少数派になりつつあるのかとも思うんですが、まだ見てない方であったりラブ3割ギャグ7割くらいの学園ラブコミを見てほっこりゆるゆり楽しみたいよっていう方、一期と合わせてご覧になってはいかがでしょうか。きっとそのうち3期が放送されると思うんでね。というところで、はい、次続いて第5位、 BNA 全12話ですね。まず作画ですね。この作品キルラキルやクロミアなどで知られるトリガーが制作されていて、あートリガーやなーって感じのポップな作画になってます。やっぱ絵面に制作会社さんの個性がちゃんと出てるっていうのは分かりやすくていいですね。まあ戦闘であったり日常風景であったり、この作品結構キャラクターたちがグリ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 動く作品なのですが、作画がブレたり崩れたりするっていうことを全く知らないようで、それでいてヌルヌル動いたりとメリハリがちゃんとついている綺麗で素晴らしい作画でしたね。なので作画という点に関してはめちゃめちゃポイント高いですね。続いて音楽です。オープニングのレディートゥーであったりエンディングのナイトランニング、まあ挿入歌もあるんですけれども、まあ全部いい曲なんですよ。さらに作中でも重要なシーンで挿入歌としてめちゃめちゃいいタイミング、そしていい演出で使われておりました。こういった演出面でもさすがトリガーの手際というところで素晴らしいものがありました。音楽が作品の顔となってシーンを生かしまくってましたんで、音楽としてのまとまり完成度はかなり高いように思います。続いてシナリオですね。まあ、BNA、まあ、ブランドニューアニマルって書いてる通り、獣人つまり獣人間がそこかしこに生きていて、普通の人間から迫害を受けているような世界観になってます。主人公であるミチルも同じく獣人なんですが、生まれた時から獣人だったわけではなくて、ある日いきなり獣人になってしまった。ただそんな事情は分かってもらえないので、同じく普通の人間から迫害を受けて逃げる身だった。で自分たち獣人の理想郷として作った獣人特化アニマシティにミチルは向かうっていうところから物語は始まっていきます。そのアニマシティで巻き起こる獣人視点での人間に対する思いであったり、また獣人ってそもそも何なのかっていうところであったり、ミチルがなんで後天的に獣人になってしまったのかという謎を紐解いていく物語でもあります。まあキルラキルであったりダーリンイザフランキスが25話ぐらいあったのに対して、 BNA は12話でちょっと短め、半分の尺になってるんですけれども、シリアスもギャグも物語の本筋もしっかり進めながらもだれることなく進行されていました。改めて見返してもやっぱり完成度高いなと思わせてくれます。で一作品に一人は必ず登場するマスコットというか癒しキャラというかマスコット枠、ジャッキーもめっちゃ可愛いですからね。そんな BNA、 トリガー作品がお好きな方、獣が大好きな獣あの方、シナリオの完成度が高い作品が見たい方、12話という見やすい話数ですし、ネットフリックス限定ですけれども、よければご覧になってはいかがでしょうか。はい、次。続いて第4位、アルテ。はい、ソリ1期アルテちゃんですね。まず作画。まあ、舞台が19世紀イタリアということもあって、年代であったり地域性を生かしながらも、キャラについて優しい印象を受ける作画となっております。ルネサンス後期の時代なんですけれども、まあ、あまりきらびやかに描くこともなく、かといって主張が薄いわけでもなく、ちょうどいい感じに作品の味を出している作画となっておりました。続いて音楽ですね。オープニングは我らが坂本真綾さんのクローバー。エンディングは安野清野さんの晴れ模様。さらに、当時の時代感っぽいサウンドに包まれて、まあシナリオであったり時代感に没入していくのには、まあ、音楽がいい感じのアシストしてくれるといったような、アルテという作品全体での音楽のまとまり度はかなり高かったように思います。こう BGM が作品に馴染んでいくような、耳に馴染んでいくような音楽を聴けば、ああアルテっぽいなって思わせてくれるような音楽でした。そういった点で作品全体としてのまと
止まりはかなり高いレベルだったと思います。続いてシナリオですね。右肩下がり気味ですが、貴族の女の子アルテが貴族としての身分を使ってではなく、自分の絵の技術を使って食べていくために、まあ当時としては異例の女徒弟として画家であるレオの工房に弟子入りして、様々な苦難困難を乗り越えるシナリオとなっております。まあ原作漫画をアニメ化していてですね、その内容途中までですが、まあ結構綺麗にまとまった構成になっていたように思います。シナリオとしてもあまりだれることはなく、必ず何かがちゃんと前に進んでいたような印象を受けましたね。なのでシナリオとしても評価は高いです。総合すると作品としての完成度はかなり高めだと思います。ただまあ個人的な好みの問題でですね、アルテに押し寄せてくる苦難困難のレベルがもうちょっとえげつない無理難題レベルでも良かったんじゃないかなっていうのと、まあ主人公のアルテが結構ずぶとく芯がある女の子なので、打ちのめされてもそんなに長いことへこたれることがないんですよ。なのでもう少しハードめでも良かったんじゃないかなっていう個人的な好みと、まあ他との相対評価でこの順位になっております。で、当時のイタリアの時代感や地域感をちゃんと表現していて、でしかも画家をメインにした作品ですので、老若男女とも受け入れやすい、まあ雑に進めても面白い作品と言えますね。で、原作はまだ連載中ですので、機会があれば2期も見たいところです。という感じで全12話でアルテの画家の徒弟職人としての成長という点においては終始ブレませんでしたし、作画、音楽、シナリオともまとまっていて、まあマイナスになるようなポイントはほぼありませんでした。なので絵を画家をテーマにした女の子の成長物語が見たい、あるいは見たことないなっていう方にはぜひぜひ進めたい作品と言えます。まだご視聴されてない方はこれを機にご覧になってはいかがでしょうか。というところで、はい、次続いて第3位、波を聞いてくれ。まず作画ですね。まあこの作品はバトルであったり凝った料理やらをしょっちゅうしたりはしませんので、まあ崩れたりはしない綺麗な作画でしたね。さらに主人公のミナリがですね、結構身振り手振りを伴って饒舌に喋り散らかすので、それをよりアニメチックに面白おかしく描いてました。で、さらに着目すべきはキャラデザですね。ほぼ全てのキャラクターが黒目に比して、まあアニメとしては珍しいような感じ、白目の比率が大きい、まあいわゆる三白眼チックなデザインとなっております。だがしかしぐらい黒目ちっちゃくはないんですけれども、まあ言うなれば普通の人間の黒目の大きさって顔の大きさに比して大体これぐらいだよねっていう、目に関してリアルっぽさを感じさせるデザインでもありました。個人的にはここかなり評価してます。なのでキャラデザインに関してアニメなりの誇張された表現っていうのは少なかったので、絵を割とそのまま受け入れることができる作品になってます。続いて音楽ですね。オープニングもエンディングもいい曲でして、ただ BGM に関してはですね、あのシナリオというか主人公のミナリのセリフが面白すぎてあんまり記憶に残ってないのが残念ですね。どちらかといえば、まあオープニングとエンディングは関係ないんですけれども、 BGM に関しては左手を添えるだけだみたいな感じにこう寄り添っているぐらいなんですよ。まあ、逆に言ってしまえばシナリオであったりキャラクターのセリフを邪魔せずに馴染んでいる BGM だったとも言えます。というかむしろキャラクターたちが割とひっきりなしに喋り続けてくれますので、彼らのセリフ自体がすでに BGM だったと思います。逆にこの添えるような音楽の方がこの作品あるいはキャラクターたちには合っていたんじゃないかなって今になって思いますね。そしてシナリオ、男運がなく50万男に持っていかれてしまったカレー屋の店員こと小田みなりが、ひょんなことから彼女自身の頭の回転の速さであったり声を使った仕事に対しての高い適性をラジオプロデューサーであるマトワに見込まれて深夜ラジオのパーソナリティを始めることになるというシナリオになってます。まあラジオという老若男女本当に万人問わずに受け入れてもらえるようなもので、また先ほども言ったようにアニメならではの誇張した表現っていうのがあまりなく、もともと高かった作品のポテンシャルをそのまま忠実にアニメにしたというような作品になってます。しかもアニメならではのそんなの普通ねえよっていうご都合主義もそこまでないです。でしかもラジオっていう誰しも人生を生きてきたら一度は絶対聞いたことあるものをテーマにしてるものなので、リアリティのあるフィクションとして本当にいい塩梅に完成されてるんですよね。で、なんといってもやはりこの作品の最大の持ち味は主人公のミナレの面白いセリフの数々なんですよ。さらにミナレの声優さんの杉山さんの演技も相まってですね、本筋と全然関係ないオープニング前のアバンでおいてもめちゃめちゃ面白い時間に仕上がってるんですよ。という感じで本当は1位にしたかったんだけど、1位2位が強すぎるので3位になっちゃったっていう作品ではあるんですが、ラジオという媒体をテーマにしてるっていうところ、またアニメとしての誇張表現っていうのはあんまり入れてないところっていうところからも悪が強くなくてですね、とっかかりとして万人受けしますし、さらに見ていく過程においても万人受けするようなシナリオばかりですので、これぞ本当に雑に進めても誰でも面白く楽しめるんじゃねえかって思える作品ですね。 Amazon プライム開いて定期的に見返しちゃうくらいにはめちゃめちゃ気に入ってる作品です。今日総評話してる作品の中で一番2期以降の作品展開を期待してる作品でもあります。はい、っていう感じでラジオをテーマにした作品って見たことがないなっていう方であったり、なんか気軽に見始めれる作品探してるっていう方であったり、セリフが面白い作品を探してるっていう方、波を聞いてくれ、よければぜひ見てください。めっちゃ面白いのでね、きっとあなたの復帰
金をぶっ壊してくれると思います。はい、では次いきます。続いて第2位、隠し事。まず作画ですね。まあ、さよなら絶望先生など久米田先生の作画を、まあ、アニメでそのまま起こしたような特徴的な作画ですね。さらにおなじみ久米田節が満載のセリフ、人をいい塩梅にデフォルメしていると言いますか、可愛くもありかっこよくもあり綺麗でもありという原作の絵をそのまんまアニメに突っ込んだような感じです。さらに絵の演出も素晴らしかったんで、作画に関してけなすようなところが基本ないんですよね。で続いて音楽。オープニングもエンディング もうどちらも爽やかさに全振りしたような曲ですね。さらにエンディングは君は天然色という往年の名曲です。もう知らない人いないんじゃないですかね。オープニングの小さな日々も君は天然色に全く負けず劣らず爽やか、また作品に合ってますので、作品の魅力を素晴らしくブーストしてくれる名曲がオープニングとエンディングにくっついていると言えますね。でさらに BGM なんですけれども、どれもこれもちゃんと特徴があってですね、その BGM につられてシーンをちゃんと思い起こさせるような曲ばかりになってます。それでいてシナリオであったりセリフっていうのを全く邪魔しないどころかめちゃめちゃブーストしてるので、音楽に関してもけなすところがないんですよね。でシナリオですね、まあ、隠し事というタイトル通り、まあ、何かを隠しているわけなんですよ。で主人公である後藤隠しは、まあ、妻を亡くしていて娘と二人暮らしなんですけれども、この隠しの職業というのが隠し事、つまり画業なんですね。で何の絵を描いてるかっていうのが、まあ、下ネタありきのギャグ漫画なんですよ。つまり後藤隠しっていう主人公がやってる仕事が下ネタギャグ漫画を描く仕事であって、そんな仕事をしているということが娘に知られたら娘に嫌われてしまうと思い込んで、必死に娘から自分が画業であるということを隠すっていう隠し事。さらに実は隠し自身にも隠し事があってっていう、まあ絶望先生しかり、久米田作品を過去に見ていた方だったらご存知だと思うんですけれども、言葉遊びを多用する久米田節が各所で炸裂します。でそういった感じの漫画を描きながらも娘に絶対にバレてはいけないと意気込んで、何かあるたびに親バカであったり娘に隠し事がバレないようにドタバタコメディを繰り広げるという作品になってます。そして本筋と並行して娘である姫ちゃんが成長した姫ちゃんが17歳の時系列も同時に進行します。でその時系列では何やら不穏な雰囲気があって、その時系列において各種の隠し事が徐々に明らかにされていくというような構成になっております。なので親子2人または漫画のアシスタントたちを巻き込んだドタバタコメディをやる一方で、シリアスもちゃんと進めていきますので、このシナリオとしていい塩梅で進行していくんですよね。そうこうして作画、音楽、シナリオもどこもけなすところがなくてですね、めちゃめちゃ高い完成度なんですよ。さらに漫画家をテーマにしている、そして父と娘2人の家族もの、さらに往年の名曲である君は天然色を採用しているなど、いろんな方に刺さるような要素を散りばめられている作品がこの隠し事なんですよ。という点で作品としてかなり高い完成度ですので、絶望先生であったり女子楽など組めた作品を過去見ていた方であったり、家族ものが見たい方、コメディが見たい方、またちょっと涙腺を刺激してくれるような作品が見たいなっていう方、また波を聞いてくれに続いてセリフが面白い作品が見たいっていう方、まあ幅広く老若男女雑に進めていきたい名作と言えるのでね、良ければご覧になってはいかがでしょうか。さて隠し事は何ですか。はい、次で栄えある第1位の前に、まあ惜しくも覇権をかっさらわれてしまった不合刑事に触れたいと思います。まあこいつは春アニメだったんですけれども、コロスケのせいでね、今期である2020年度夏アニメに放送が延期しましたので、3話から新作エピソードになってますので、3話が放送され次第感想を垂れていきたいと思います。でまあタイトルからも分かる通り、死ぬほどお金持ちなボンボンが金の力の強力なバックアップによって事件を強引に解決していくという新手の刑事ものですね。麻薬の売買が行われている現場のビルを丸ごと買収したり、催涙弾を自作させたり、情報を100万で買い取ったりと、なかなかにぶっ飛んだ立ち回りを披露してくれました。春アニメでは2話までの放送だったんですけれども、そのおなじみの残高無限大のマネーパワーバランスアンリミテッドのご利用しムーブのまま、夏アニメに移ってからも最終回まで面白おかしく走ってくれたらなと思う所存であります。で刑事ものなんですけれども、凄まじい額の金額がしょっちゅう動くというところからもコメディとして見ても面白いと思いますので、まあ春アニメの派遣候補だった不合刑事、今期見るものがねえなーって思っている方は良ければご覧になってはいかがでしょうか。我らがサイコパスの音楽を制作されている菅野優吾さんが音楽制作されてますからね、その点においてもこの作品に対しての信頼度は凄まじいものがありますっていうところで1位に参ります。栄えある第1位、イエスタデイを歌って、全12話でしたね。はい、振り返りますと間違いなく派遣ですね。なんか全
前期で言ったらハメフラや隠し事とかも派遣候補だったっていう話があるんですけれども、うん、個人的にはこれなんですよね。でまず作画ですね。まあ全く崩れないっていうのはもちろんとして味がある作画ですね。というのも作品の時代感が20年ぐらい前、大体2000年前後ぐらいの作品です。連載時期がそのくらいの時代だったんでね、こういった感じの絵になってます。なのでどこか懐かしさを感じるような優しい作画になってます。またラブコメなりの心理描写、セリフに合わせた口の動き、笑顔であったり泣き顔、涙であったり憂いを帯びた目、さらに笑顔であったり泣き顔に関してもいろんな笑顔泣き顔がありますよ。本当に嬉しくて楽しくて笑ってるのか、その場をごまかすために無理に笑っていたりとか、そういった表情の細かい描写などこの作品の持ち味である心情の揺れ動きっていう点を全く損ねることなく、むしろ数倍にブーストしていると言っていい作画ですね。この作画であったり描写が間違いなく私がこの作品に惚れ込んでいる一因と言えます。続いて音楽ですね。こちらはまた同じく時代感を反映したようなどこか懐かしさを感じる BGM がこの作品で使われてます。またこの作品はオープニングがない代わりにエンディングが豪華です。カゴの中に鳥、青い橋、イエスタデイを歌ってと、あと2回変わって3曲使われてます。どれもこれも使われてる作品の時期に応じてエピソードのエモさを大幅に増幅してくれる曲になってます。でもやっぱり個人的に一番気に入ってるのはカゴの中に鳥なんですよね。続いてシナリオ、まあざっくり言うと、大学卒業後定職に就かずにバイト生活をしているリクオ、彼に片思いを寄せているハル、リクオと大学の同級生であるシナコ、シナコと幼馴染のローの4人のメインキャラたちが、それぞれが今後についての悩みであったり恋の悩みであったりなんだったり葛藤などを抱えながらラブコメをして、それぞれがぶつかりながら前に進んでいくという作品になってます。まあラブコメではあるのですが、ドロドロしたようなシナリオじゃなくて、どちらかといえばまあ感情がぶつかり合っているんだけれども、それでも終わった後にはどこかすっきりした晴れやかな気持ちになるようなシナリオになってます。春アニメっていうだけじゃなくて、個人的に今まで見てきたラブコメ作品の中でもかなり上位に近い作品でした。もうこれぞ雑に進めて面白い作品と言えますね。完成度はめちゃめちゃ高いです。それぞれのキャラにそれぞれのキャラの良さがあって、でそれぞれに欠点もあるんだけれども、それらをちゃんと自分の力であったり人に助けてもらいながらもちゃんと乗り越えていくんですよ。その過程がしっかり描写されていますので、めちゃめちゃ面白いです。とまあ恋愛ものが見たい方、心理描写が凝ってる作品が見たい方、感情のぶつけ合いが見たい方、イエスタデイを歌ってまだご覧になってない方はね、Amazon プライムにありますのでぜひ見てください。私の推しは春ちゃんと京子さんです。もうめっちゃ面白いんでね、見てください。はい、っていうところで最後にランキングを改めて、まあそれぞれにそれぞれ作品のいいとこがあります。なんで人によって好きになる作品だって当然違うわけで、あくまでこれって私の個人的な勝手なランキングなんで、いやいや俺にとっては、あるいは私にとってはこれが1位だったよっていう作品もそれぞれ当然あるでしょう。なんでそういった皆さんの感想なんかもコメントしていってくださると幸いです。さて今期の作品たちはどうなるんでしょうかねってところで、はい、まとめ。はい、2020年春アニメも粒揃いのシーズンで私は大変満足でございました。今期の2020年夏シーズンもデカダンスとかオレガエルとかいろいろと期待してる作品が多いので、毎週アニメ見るのが楽しみです。はい、来期こそなるべく最終回終わってすぐに総評を上げれるようにします。皆さんなりのランキングなんかもコメントしていってくださいっていうところで、ご視聴ありがとうございました。お相手はゆめむでした。失礼します。